コマドー64ゲームズシステムは1990年にコモドール社が北米で発売したゲーム機。C64GS は北米でトップシェアを築いていたコモドール社の8ビットパソコンコモドール64からキーボードを廃し、C64 では側面についていたロムカートリッジスロットを上面につけるなどして純粋なゲーム機としてデザインし直した製品である。 C64 をベースとしたコモドール製のゲーム機としては遡ること1982年に日本でのみリリースされたマックスマシーンが存在したが C64 と比べてハードウェア的に削除されている部分がかなり大きく C64 との互換性に乏しかったマックスマシーンとは違い C64GS はシステム的には C64 からキーボードを取り払っただけの代物で C64 とほぼ完全な互換性を有していた。つまり C64 用ロムカートリッジとしてリリースされたゲームをそのまま C64GS でもプレイできることが売りであったが、しかしそのキーボードがないことがあだとなった。ヨーロッパでもリリースする予定があったが、北米で 商業的に失敗したため結局リリースされていない。インターナショナルサッカーをプレイ中アメリカのホビーパソコン市場ではトップシェアを築いており、カセットテープメディアを中心として多くのゲームもリリースされていた8ビットパソコンの C64 だが、ロムカートリッジのみに対応する純粋なゲーム機としてデザインし直されて市場に投入された C64GS が ゲーム機市場で成功するという保証はどこにもなかったため C64GS を支持したソフトウェア会社は限られていた。しかしいくつかの大手ゲーム会社の支持は得られた。特にオーシャンソフトウェアは非常に積極的で以前にカセットテープ版として出したソフトをクオリティを向上させた上でロムカートリージに移植したりカセットテープ版を出さずにロムカートリージ版でのみの 供給としたゲームも数多くリリースした。しかしその他の多くの会社は、以前、C64 用にテープメディアでリリースしたソフトを、単にそのまま、ロムカートリジに移植して、C64GS 対応としただけであった。C64GS 本体には、フィンディッシュフレディーズビッグトップを、ファン、インターナショナルサッカー、フリンボー、エスクエスト、 クラックスの4つのゲームがバンドルされていた。このうち、インターナショナルサッカー以外は先に C64 用にカセットテープで出たソフトを C64GS 用ロムカートリッジに移植しただけのものであり、インターナショナルサッカーは1983年にコモドールが C64 用のロムカートリッジとして出した旧作をそのまま C64GS 用ソフトとしてバンドルしたもので、 ある。コモドール自身が C64GS 用ソフトを新規にリリースすることは全くなかった。C64GS はリリース当初から問題に直面した。C64GS は C64 と完全な互換性を持ち、C64 用ロムカートリッジが C64GS でプレイできるとの触れ込みであったが、実際には C64 用ゲームは本体に、 キーボードが存在することが前提でデザインされているものがほとんどであったためキーボードなしの C64GS ではまともにプレイできなかった。C64 用ゲームは基本的にジョイスティックで遊ぶものであったためキーボードを排しても問題ないかと当初は思われていたがゲーム自体はジョイスティックだけで遊べるようにデザインされているにもかかわらず ゲームを開始するには何かキーを押してくださいなどと無意味にキーボードを使わせるソフトも多かった。プレイヤーは C64 用ロムカートリッジを買ってきて C64GS に差し込んだ後で初めてそのことに気づかされた。C64GS のリリースに先駆けてコモドールは古代な広告を行った。C64 のゲーム雑誌である ZAP64 では コモドールが12月までに100タイトル用意することを約束したと書かれている。が、実際は28タイトルしか出なかった。しかも、ほとんどがカセットテープ版の旧作の焼き直しで、さらにほとんどがオーシャンからのリリースであった。この28タイトルのうち、新作は実に9タイトルのみである。それでもオーシャンただ一社のみが、 タイトルをリリースするという公約を守り続けたのだが、他のソフト会社はソフトのリリースを公言しつつも結局リリースすることはなかった。くしくも同じ1 9九十年にはヨーロッパで c 六十四と競合するアンストラット CBC を要するライバルのアムストラット社が CBC を元にしたゲーム機 g x 四千をイギリスでリリースし c 六十四 g s と同じ過ちを犯して 失敗している。コモドールは数年後にアミーガ c d 32で再びゲーム機市場に挑戦した。アミーガ c d 32は C64GS よりは成功したと言えるが、パソコンのアミーガをゲーム機としてリリースするというコンセプトのアミーガ c d 32は C64GS とほぼ同じ理由で失敗に終わっている。C64GS のスペックは C64 とほぼ同じであるが、大きな違いとしては、シリアルバスやテープドライブポートが配されている。もっとも基板上には存在しており、単に口が塞がれているだけである。1986年発売の廉価版、C64 であるコマドウ 64C と同じ基板を使っている。C64GS のログは、オリジナルの C64 のログと若干違いがある。 一つ目は、ロムカートリッジが刺さっていない時にカートリッジを刺すように促す文字が出ることである。もう一つの違いはキーボードがなくても大丈夫だというメッセージを表示するコマンドであるが、こちらのコマンドは使用されなかった。ありがとうございます。